ピコゾアは非常に小さな海洋、ピコプランクトンからなる原生生物の分類群である。かつては光合成を行う藻類としてピコビリモと呼ばれていたこともあるが、実際のところ従属栄養生物である。分類学上はピコゾアモンとし、記載種としては唯一ピコミューナズジュードラスケダのみが知られている。もともと環境 DNA 配列でのみ知られていた生物群であり。 ピコゾア全体の特徴は明らかにされていない。唯一記載されているピコミーナズ10ドラスケダは、細胞の大きさは3メートル程度、長さの異なる前後2本の弁毛を持ち、前後2つの半球がくびれを挟んで接着したような形状をしている。その前半には、弁毛装置、細胞核、小胞体、ゴルジ体、ミトコンドリアがあり、後半には、 接触装置と数多くの商法がある。首入れの位置は大きな商法で占められている。飛んだり張ったりする特徴的な運動を行う。一細胞への無解析と電子顕微鏡観察による限り、ピコゾアの生物にプラスチドは存在せず、過去にプラスチドが存在した痕跡も見つかっていない。分子系統解析では、クリプトも、または構想に禁煙な位置となることが多い。 過去の大規模系統解析4例のデータセットを用いた再解析では、アーケプラスチダの中で構想を及びロデルフィス類との禁煙性が示されている。環境 DNA 配列からは少なくとも、クレード P1 から P13 に及ぶ多様な系統の存在が示されているが、記載されている種は一種のみであり、その一種をもってピコモナスズナから、 ピコモナス属まで単型の分類群が設立されている。1980年代以降、2いし3メートルのフィルターを通過するようなピコプランクトンの生態学的重要性が認識されるようになり、特に2001年に海洋サンプルから抽出した DNA を用いた複数の研究でピコプランクトンに該当する深刻生物の遺伝的多様性が認識された。その中でも、 基地の深核生物とは異なる系統に属する一群の DNA 配列に注目し、フィッシュ法によって生物としての実態を捉えようとした結果、細胞内にフィコビリンを含む生物が見出された。したがってこの生物は光合成能を持つことが推測され、新規の光合成性深核生物としてフィコビリもと名付けられた。しかしその後の一細胞ゲノム解析による研究で、 この生物には、プラスチド DNA も、プラスチドで機能すると推定される、タンパク質も存在しない、従属栄養生物であることが、明らかになった。つまり、当初細胞内に見出されたフィコビリンは、接触したシアノバクテリアに由来するものと考えられる。さらに一家的にではあるが、培養株が樹立され、詳細な観察が行われた、結果、改めてピコゾアモンが設立されて、 新種ピコミューナズジュードラスケガが記載された。ありがとうございます。